品質管理業務で不良分析のツールでヒストグラムというのがあるがよくわからない。具体的にどうまとめていけばいいのかわからない。教科書的な意味だけじゃ腹落ちしないといったことはないでしょうか。この動画ではヒストグラムって何具体的な作成方法は実務でどう使えばいいのといったことを解説していきます。早速ですが、 具体例として工場にて金属の棒を切断する工程を考えてみます。求められる金属棒の長さは、mm、とします製品の使用上生産される金属棒の長さは 100.0mm プラスマイナス 0.5mm の範囲になければなりません。品質のばらつきを評価するために 100本分のデータを収集したとしますさて実際に100本分のデータを収集した結果がこの表のようだったとしますこのままでは何が何だかよくわかりませんそこでこのデータの整理の方法をヒストグラムを用いて考えていきましょうヒストグラムを作成するまでの大きな流れは2ステップとなります まずは度数表と呼ばれる表を作成しますそしてその次にその度数表を用いてヒストグラムを作成しますまず度数表の作成について説明します度数表の作成について大まかに言いますと収集した生データを区間ごとにいくつあるかをまとめたものが度数表となります 度数表の作成手順につきまして大きく5つのステップがありますステップ1ではデータを集めます先ほどの例では製品長さの100個のデータを収集しましたステップ2ではステップ1で集めたデータの最小値と最大値を見つけます先ほどの例では最小値は99.0 最大値は100.9となりますステップ3では区間の数を決めますきっちり決まったやり方はありませんが大体いい5から20ぐらいの区間に分ければいいとされていますデータ数をルートした数で定める方法もあります今回の例ではルート 100=10 イコール10なので区間の数は10個としますステップ4では区間の幅を決めます 今回の例では最大値100.9、最小値99.0、区間の数10なので100.9-99.0を10で割って0.2としますステップ5では区間の始まりの値を決めますいろいろな方法がありますが生データは0.1ミリ単位で測定されておりここでは最小値99.0から 0.05は最小測定単位0.1の半分であることから採用しましたこのような5つのステップを行い度数表が完成します度数表が完成したらいよいよヒストグラムの作成となりますが 実は度数表をそのままグラフ化したものがヒストグラムとなります。各区間に何個のデータが入っているかという度数表の情報をグラフ化することでヒストグラムが作成されます。先ほどの例のデータでは右の図のようにきれいな山形のヒストグラムとなります。ヒストグラムの形につきましてヒストグラムはさまざまな形を取り得ます。 ここでは代表的な4つの形を見てみます。1つ目は標準型です。中心部が最も多く左右に離れるにつれて少なくなるという特徴があります。適正に管理されている場合、一般的にこの形になることが多いです。2つ目は二山型です。2台の設備に差があるとき、2人の作業に差があるとき、 材料の使用ロットが2種類の時など、異なる要素が混ざっている時に生じることがあります3つ目は離れ小島型ですこの形が出た時は、異なるロットの混入、段取り調整に使用した部材の混入、作業途中での誤った設定変更などの可能性があります最後に偏り型です 検査により異常値を抜き取られた後や、上限や下限に何かしら制限があるときなどに生じることがあります。一般的にデータのばらつきを判断する際には、標準偏差が参考にされることも多いと思います。しかし、ヒストグラムを用いることで、標準偏差の数値だけではわからないことが見えてくることがあります。例えば、この2つのヒストグラムにつきまして、 それぞれぞののデータの平均はは5.5標準偏差2.01でで同じですご覧の通り同じ値でも左側のヒストグラムは離れ小島型なのに対し右側のヒストグラムは二山型になっておりヒストグラムの形は全く異なります先ほどの説明のようにヒストグラムの形が違えば異なる事象が現場で起きている可能性がありますよって ヒストグラムがどんな形かによって、品質問題解決のための対応策は、全然異なってくる可能性があることに注意しましょう。この動画を気に入った方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄では、この動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先も貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。